ネサワルコヨトルは、メキシコ中部、メヒコ州の基礎自治体であり、その筆頭市も、同盟のネサワルコヨトル市である。しばしばネサと略称される、メキシコシティの北東に隣接し、メキシコシティ都市圏の一部をなす。ネサワルコヨトルの基礎自治体は1963年4月3日に、成立した。その名前は、 15世紀のテスコ港で、アステカ帝国創立の主要な人物で、詩人でもあったネサワルコヨトルにちなんで命名されている。2005年の国勢調査では、ネサワルコヨトル市の人口は113万6300人、基礎自治体全体の人口は114万528人である。人口は、メヒコ州では、エカテペックに次ぐ、第2位の規模であり、国内では、 第8位の規模である。標高2240メートルの高地に位置する。この地域ではびこった犯罪のために、メキシコで最も危険な地域として知られている。ネサワルコヨトルは、メキシコ盆地東部を構成する。歴史的には、テスコココの固定であり、土地は平坦である。基礎自治体の面積は63.74、平方キロメートル。 標高は2220メートルである。北西はエカテペック、西はメキシコシティのグスタボエ・マデロとベヌスティアーノ・カランサの両区、南はイスタカルコとイスタパラパの両区、東はラパスチマルワカンアテンコに接する。ネサワルコヨトルは温帯で、夏は雨が多くて湿度が高く、春は雨が少ない。年間平均気温は、 摂氏15.8度で、最高気温は34度、最低気温はマイナス5度である。年間平均降水量は5 1 8 8トルである。サッカー競技場のネサ86は1986、FIFA ワールドカップが開催されたことで知られる。パルケデル・プエブロは1975年に開園した公園で2003年に改造されて、 動物園付きの公園になった。2000年に開通した、メキシコシティ地下鉄 B 号線のネサワルコヨトル駅、インプルソラ駅、リオデロスレメディオス駅がある。ネサワルコヨトル基礎自治体は、かつてのテスコココの固定にあたり、干拓によって陸地になった。地名は、湖の東岸にあった都市テスココの王、ネサワルコヨトルにちなむ。彼は建築家として優れ、神殿、宮殿、 水道などを建設した。スペイン植民地時代にメキシコシティの洪水対策として始まった湖の干拓は、事業開始から300年近く経ったポルフィリオ、ディアス大統領時代の1900年に、ようやく完了した。1919年に干拓された土地が農地として、売りに出された。しかしながら、干拓地は、塩害がひどくて農業には向かなかった。 第二次世界大戦の終わり頃にメキシコシティへ大量の移住者が集中し、ネサワルコヨトルには不法な建築が作られるようになった。しかし、電気、下水道、飲料水などのインフラがなく、学校も、舗装道路もなかった。今のネサワルコヨトルにあたる地の人口は1949年には約2000人だったが、1954年には4万人に増加した。 しかしそれだけの人口を支えるだけのインフラが備わっていなかった。1960年にこの地の33の地区の連合は自治を求め、1963年に認められて独立した自治体になった。ネサワルコヨトルはスラムで溢れ、教育、交通、健康などの生活水準は低く、メキシコ人から見ても極めて危険な地域である。 しかしながら劣悪なインフラについては少しずつ改良されている。ありがとうございます。